さあ、おるのか？おるのか？このリボルバーのサビになって、はい、どうもサックスタイルでございます。今日も元気にダブダブ2の動画を撮っていきたいと思います。ということで、ちょっとね、なんかハンドガンでマルチキルを10回取るみたいなさ、命令されてさ、まあ、頑張ってたんだけどさ、ちょっと楽しくなっちゃってさ、しかもさ、ステディエイム外してサプレッサーとかつけたらさ、もう全然倒せねえのだ。いやでも、どんどんこれが面白くなってきちゃって、一人で笑いながらやってたんだけど、うるせえんだよな、全員ミュート。はい、ということで、まあこれでね、やっていきたいと思います。まあね、言っちゃうとね、倒せるんだ。言っちゃうとね、リボルバーにね、サプレッサーなんてね、意味がわかんねえんだわ。そんなもんあるけ？なんか、ナガンとかいう一丁ぐらいしかサクセル知らんけどもっていうね。ま、さっきからマインばっか仕掛けてるやつふざけてんな。どこだ？どこだ？どこだ？いやーくる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 しやがって。トムとジェリーか。いやマジでさ、この音のチャッチー感じとかさ、もう何これ。いやマジやばいんだけど、この音のチャッチさとか。アルミの音しまくりなんだけど、もうマジで。あ、奥にいいんだなこれがきっと。悪いな。やだ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 って。いや最高に楽しいわ。湧くか、ここ湧くか。うーわねえ、湧いて後ろにいるのはやめてほしいんだけど。もうこんな武器使ってっからな、泣き言も何もねえからな。バイバーカー、おらんか。失礼したな、すまんな。あ、こういう時のショットガン、敵湧かないで。あーマジか、あと一発あれやな。ちょっと待って、怖い、湧くんじゃね。いや怖い、いろいろ怖い。あぶねー、あぶねーって。お、やるぞ、お前やるぞ、お前やるぞ。すまんなー。やめろよあいつ、ほんとひでえな。やべえ、キルペースが落ちてきた。キルペースが落ちてきてしまってるじゃないか。すまんな、すまんな、リスをちゃんと覚えるこったな。おるけ。それずるくない、こっちから行ったらいけるけ。バカですね。やだー、おかしな、なんか勝つ予定だったんだけどな。すまんな、オルケ。はあ、うそー。いやー楽しいでござるな。あー、まあっていうことでな、なんかこうやっぱこう弱い弱いっていうか、圧倒的こう不利な武器をずっと使ってると、人っていうもんはちょっとずつ壊れていくんだなっていうことが。まあこれで分かったなっていう、サクスタイル一つ勉強になりました。ということで、今回の動画のお相手はサクスタイルでした。よろしくどうぞ次も見てね。バイバイ。